テル姫松平寺氏明治17年2月28日は、江戸時代末期から明治時代の女性。藍津藩主、松平片森の義士で、松平片隆の幼女。母親戦争の若松城牢城戦で、木内の婦助子を指揮した。本寺は広史。父は、上佐井の藩主、星名忠氏。母は、即室の佐々木民。天保十四年。 親戚筋の藍津藩第八代藩主、松平片高の幼女となる。海江三年、武前中津藩主、奥平正元に嫁ぐが、安政元年に離縁、江戸の藍津藩邸に戻る。慶応四年二月、戸麦、伏見の戦い後、藍津藩の江戸層引上げで、若松城に入った。片森の性質、年姫は死去しており、家中、最も身分の高い女性として、 アイズ戦争の若松城老城戦では、木内の婦助子の葬式に当たった。幸福会場により、郊外の妙国寺に移され謹慎。翌年2月に、東京青山の奇襲判定に、お預けが決まり上京。この年の12月に、飯野藩の尽力で実家に、預け替えとなり、飯野判定に移った。これ以降、実定の星名忠し駅に庇護され、明治17年2月に、 東京で死去した。法名は、正活ライン。書、和歌に堪能であった。明治2年5月、藍津藩の家老だった、茅野蝶治が、戦争責任の罪を引き受け残首になった時、照姫は茅野に、夢うつつ思いも分相しむそよまことある名は世に残る。友の和歌を送り、遺族には、見舞金を送った。ありがとうございます。